はい、せいじんです。今日はですね、刺激的な街っていうね、の全国のなので、1位をね取ったのが沖縄のね、まあ、街がね取ったので、それを紹介しようかなと思ってます。で、まあ、このチャンネルではね、まあ、こういう、まあ、沖縄のオタクっぽい話だったり、沖縄オタクになれるような話とか、あと、まあね、沖縄移住をね、したいっていう人に向けてとかね、まあ、今回とかそうですよね、まあ、街のことなので、沖縄の街のことなので、移住したい人の参考にしてほしいなとか、あと、まあ、沖縄旅行ですね、するときに、まあ、皆さんね、定番のところとか、まあ、一回行ったことあるっていうのはわかると思うんですけど、新しいところとか、今流行ってるところとかってあんまりわからないと思うんで、そういうのをね、現地の沖縄からね、まあ、うちなんちゅが発信してるっていうようなチャンネルになりますんで、また違う動画もね、いろいろ見てもらえればなと思うんですけど、まあ、今回はね、まあ、街、刺激的な街っていうので、まあ、例えば出会いとチャンスがある街どこですかとかっていうのをね、大東建託が調査したみたいなんですよ。で、そしたら1位になったっていうのが沖縄の街だったんですよね。はい。で、まあね、2位がね、東京の港区。で、3位が大阪の北区ってね。4位が中央区で、5位が、東京の中央区ね。で、あと5位が、渋谷区っていうのね。もう、なんかすごい、わたからしたら渋谷とかね。あと、まあ、港区とかとかの方が、全然すごい刺激的な街なんじゃないかなって思うんですけど、それをね、抑えて、まあ、沖縄のね、街がランクイン1位になったんですけれども、まあ、そこがね、どこかっていうとね、北谷町でした。チャタンですね。はい。で、まあ、このね、チャンネルでもね、住みやすい街っていうの、ここがね、これは住み心地のいい街っていうのを大東建託がやってて、住みやすい街っていうのも、僕が、まあ、インスタのね、フォロワーさんが今1万4000人ぐらいいるんで、そこでね、聞いて、一番住みたい街どこですかって言ったら、チャタンだったんですよ。で、住み心地のいい街っていうので、この大東建託が調べた時も1位だったんですね。で、またね、今度は刺激的な街どこですかって言ったら北谷だったんですよね。ここでも1位だったっていうことでね。北谷はね、多分まあ今全国でもね、すごい注目されてる街なんだなっていうのがね、これ見ててもわかりますよね。まあ、もう住みたい街でも1位だしね。うん。で、出会いとチャンスがある街ってことで1位になってて、まあ、これすごいっすね。港区とか渋谷区とかも抑えてね、大阪の北区とかね。まあ、福岡とかもあるじゃないですか。札幌とかもね。だから、そこも全部抑えて1位になってるっていうのは、すごいやつさと思ってね。今回のはすごいなと思ってね。で、まあ、これ新聞のね、やつとかでもアクセスランキング1位になってて、すごいね、注目の、アンケート結果になってたんで、ぜひね、見てほしいなと思うんですけど、じゃあこれなんでかっていうとね、理由としてはね、やっぱ一番はね、まあ、住宅街と商業地の、まあ、距離感がね、いい感じっていうのがあるんですよ。で、北谷ってね、北谷町なんで、まあ、イメージするとね、前もちょっと出したんですけど、クリスマスイルミネーション今やってるね、アメリカンビレッジが、みんなイメージすると思うんですよ。なんかアメリカ文化とウチナー文化がね、ミックスされたような、もう、全然違う場所、まあ、沖縄とか日本とかにいるような感じじゃないところ。で、今もクリスマスのね、イルミネーションやってますけど、デージ綺麗で、もう街全体がね、なんか異国になってるような。そんな、まあ、アメリカンビレッジなんですけど、そこをね、みんなイメージすると思うんですけど、もうちょっと先に行くと、砂辺って言ってね、サーフィンしてる人がいたりとか、外国の方が多かったりとか、っていうところもあるんですが、58号線っていうね、海沿いはアメリカンビレッジとか、この砂辺なんですけど、逆側も北谷町なんですよ。で、ここっていうのは結構住宅街が多くてね、もうみんな、大体そこの方に住むんですけど、そこっていうのは上の方にちょっと丘になっててね、高台になってて、で、沖縄市の方に登っていくんですけど、そこがね、結構閑静な住宅街で、しかも見晴らしも良くて、サンセットも見れて、アメリカンビレッジも見れてってことで、住むにもデージいいところなんですよね。で、僕も大好きで、北谷よく行くんですけど、やっぱりそのね、なんて言うんだろうな、住んでるところと、この街っていうのがね、ちょっと、しっかり分かれてるんだけど、距離はデージ近くて、で、楽しめるっていう、すぐ行ったらね、海もあるし、アメリカンビレッジもあるしってことね、そういう楽しみ方ができるってことでね、やっぱ確かに住みたい街でもそうだし、刺激的な街っていう意味でもね、まあ出会いとチャンスがあるっていうのは、やっぱまあ、いろんな人たちが入ってくるんで、まあ、那覇とかに行けない、中部のね、ウルマ市だったりとか、あとまあ、沖縄市の人たちとか、隣の南部の宜野湾市とかね、浦添からも来るっていう形だったり、あとアメリカのね、人たち、米軍基地が近いっていうのもありますし、ここら辺でね、やっぱ住んでるんですよ。米軍基地、嘉手納基地の近くなんで、外で住んでる人たちっていうのはそこでアパート借りてからね、来てるんで、アメリカの人たちも多いって、軍人さんたちとかね、あと家族の人たちとか、が来てるという感じで、で、あとまあ、インバウンドにね、今はね、まあ、コロナで来てないですけど、インバウンドにデイジーやっぱ人気なんですよね。
だからいろんな人たちが入ってきてるってことで、やっぱ刺激的な街っていうのでも多分一番になってるんでしょうね。で、やっぱまあ、ちょっとまあ、自意識が強い街っていうことでもね、まあ、ランクインしてるみたいなんですけど、ポイント高かったみたいなんですけど、まあ確かにね、あそこはもう、自治体と、この茶炭の事業者さんたちがもう一体となってね、作ってるんで、で、僕がね、聞いた話だと、例えば、県がね、橋通したりとか、あとなんか、こういう国道のね、ところに、まあ、例えばなんていう大型施設建てたりとかっていうと、コンセプトに合わなかったら絶対拒否るらしいんですよ。この、まあ、なんていうんですか、会みたいなのがあって、この事業者さんとか、茶炭町とかも、絶対これはね、景観を損なうからダメって言ってね、これ守り続けてきて、開発続けてきて30何年っていう形なんで、まあ、ディズニーランドみたいにね、本当にね、なんていうんだろうな、現実に戻るようなね、建物とかってあんまないじゃないですか、あそこっていうのは。もう本当に、周りに見えてるとこ全部でね、アメリカンビレッジっていう街をね、綺麗に作っていこうっていうのでね、ずーっと30年とか40年、もう50年近くなるんじゃないですか。あ、いや、40年ぐらいか。開発が、あそこね、米軍基地だったんでね、そこから返還されてからもずーっとね、そういう風に、なんて言うんだろうな、商業化っていうんですかね、なんかどこにでもあるような街を作るんじゃなくて、独特な街づくりするためにね、景観とか損なわないように頑張ってきたっていう歴史があるんでね、やっぱ今になってね、もう最後の方までできましたけれども、開発ね、結構もう最後の方なんですけども、もうすごいやっぱりね、これだけ魅力的な街になってるなっていうのはね、そういうのがあるんじゃないかなと思いますね。で、あとはまあ博物館とか美術館とかもあるしね。まあそういうのも充実してるし、あとなんといってもやっぱ飲食店ですよね。飲食店もデイジー充実してます。チャタンのアメリカンビレッジだけでもすごいんですけど、その他にもね、いっぱい飲食店あるんですよ、おしゃれなところ。で、沖縄って、もともとね、外国の方々が住むように外人住宅って言ってね、平屋のコンクリートの打ちっぱなしのお家っていうのがあるんですけども、それを今リノベーションしてね、チャタンのところの、昔住んでた、外国の方が住んでたところをリノベーションして飲食店にしたりとか、で、あとは、もうちょっと砂辺の方に行ったらおしゃれなカフェがあったりとかね。そういう意味で飲食店も充実してるっていうのもね、やっぱ、上がってました。ポイントとして高いと。あとは、まあ、地元出身でない人の馴染みやすさっていうね、このチャンネル見てる人たちでも沖縄移住考えてる人いっぱいいると思うんですけど、まあ、その中でもやっぱ茶炭人気ですけど、多分ね、ここ絶対入ってくると思うんですよね。地元の人たちだけじゃないんですよ。地元んちは地元んちで、もちろん茶炭大好きで遊びに行くんですけど、飲みにとかっていうよりはね、どちらかっていうと買い物してパッと帰るみたいな感じなんですが、多分ね、地元の、まあ、県外から来ている人、まあ、ここに住んでる人たちっていうのは、多分飲みに行ったりとかもして、交流もいっぱいあるから、多分それがね、面白いんじゃないかなと思いますね。那覇とかもね、そういうところちょっとあるんですけど、茶炭の方がよりね、強いと思います。こういうコミュニケーションっていう、なんて言うんだろうな。まあなんでかっていうと、お店もね、飲むところっていうのは結構限られてるんですけど、ここね、結構、県外出身者がやってる人たちが多いイメージがあるんですよ。まあ、だからするとね。で、夜もね、夜の街ってあるじゃないですか。キャバクラとか飲み屋とか。ああいうところも茶炭っていうのはあんまないんですよ。作ってないのか、ないんですよね、ほとんど。だから、那覇とかだと松山があったりとかっていう、沖縄市だったら中野町があったりとかするんですけど、茶炭はないんですね。だからやっぱ、バーだったりとか、飲み屋さんとかでね、そういうところで交流するっていうのが多いので、だからそういう意味でもね、こういう地元出身でない人たちが楽しめるっていうのは確かにそうかもしれないですよね。まあこんな感じでね、まあやっぱりね、やっぱ、在住者の人たちからしても、すごい人気で、前もあったんですけど、住み心地がいいっていうのでも1位だったんですね、この大東建託の。アンケート調査だよね。で、その時もやっぱ海を中心とした景観がまあ素晴らしいとかね。あとはまあまあさっきあった住宅地との商業地の距離がいい感じっていうのがあって。まあやっぱ海にも面してるし、これだけね、アメリカンビレッジっていう大型のね、すごいまあ街、すごいまあ、もう全国から注目されるようなね、街、観光地でもあるし、うちの地元の人たちが来るし。まあちなみにだけど、アメリカンビレッジっていうのはもともとはうちの地が来れるようにってことだったんで、作られてるんですよ。だから駐車場が全部無料だったりとかね、沖縄の人たちってあの車みんな持ってるからね。だからアメリカンビレッジっていうのは沖縄の人たちが来るところをまあ目指してやったっていうところがあるんで、まあそれでもそういうところもあってうちの家もデイジー来やすいし大好きな人たち多いんですよね。だからそういうまあイベントとかもいっぱいやってるしね。夜のイベント、まあ前のね。クリスマスイルミネーションの時もちょっと話したんですけれども、ここでね、やっぱ HOI が出てきたりとかね、まあ、オレンジレンジのとこもやってたみたいなんですけど、そういう、まあ、広場でね、ストリートライブっていうのやってたり、ストリートダンスやってたり、今でもやってますから、だからこういうのが見れたりとかするっていうね、ちょっと、
行ったらそういうイベントも見れるっていう感じで、まああのクリスマスイルミネーションもイベントですし、そういう風に、まあ、アメリカンビレッジチャタンっていうのはね、街全体がね、あのそういう雰囲気になってて、まあまあ確かに刺激的な街としてね1位だなと思うんですけど、まあ全国でね1位だと思わなかったんでね、すごいなんか嬉しいし、ワン大好きだから、あのチャタンが1位になったのすごいなっていうの、いいなって思いながら、あとはまあ前回も出した住みやすいのも住み心地もいいのも刺激的な街のも1位っていうのはね、まあもう多分ね全国でもね、あのもう注目されるあの街なんだろうなと思ってます。はい、まあ今回は以上になります。あのまあ移住したい人とかね、ぜひねチャタン、あの1回はね物件とか、あの賃貸家賃ね見たりとか、あとはまあ沖縄のね、まあ、通になる人たち、なりたいっていうかね、まあ、いろいろ知りたいという人たちはね、まあ、こんな情報もいいかなと思って今日は発信しました。はい。じゃあ今日は以上です。また見てみてくださいね、他の動画は。はい。以上です。